今日のチカラチャレンジワークアウトの解説です。まず準備運動、最初2ラウンドいきます。まずバードドッグっていう動作からスタートしましょう。左右交互に合計10回やります。それが終わったらエアースクワットをゆっくり丁寧に12回やりましょう。でそしたらまたバードドッグに戻って2ラウンドいきます。それが終わったらまた2ラウンドいきます。20回程度ジャンピングジャックしましょう。でそれが終わったらワールドグレイテストストレッチで、これをだいたい30秒程度やったら逆でも、ね、30秒程度やりましょう。そしたらまたジャンピングジャックに戻って合計2セットやります。次にワークアウトの解説です。今日は17分間の長めの有酸素運動をしてきます。初級者の方はまず5回のローからスタート、ね、5回しかしないんでちょっと重めにできる人は重いの持っていこう。でペットボトルならない人はバンドなんかあったら、ね、これでも同じような、ね、動作することができるから5回やりましょう。それが終わったら何かしら負荷を持ってゴブレットスクワットを10回、で10回終わったらジャンピングジャックを15回、15回終わったらマウンテンクライマーを左右交互に合計20回やったらすぐに 200m 走りましょう。だいたい30秒程度走って30秒程度で戻ってくるような感じ、ね、で走るのがちょっと難しい、家の中だからできないって人はもし縄跳びできそうだったら、で初級者の人は35回程度、ね、一重跳びっていうのかな、スイングランダーをやってもいいと思う。で縄跳びも家の中で難しいって人は1分程度その場で走ってもいいと思う。それが終わったらすぐにローの動作に戻って、で継続的に同じペースで17分間費やせるようにやっていこう。中級の方も基本的には同じワークアウトをします。17分間継続的に動き続けます。ただジャンピングジャックの回数が20回になりました。あとマウンテンクライマーの回数が30回になりました。でその後、ね、200m 走るんですけど、走れない場合の縄跳び、でそれが二重跳び、それを40回やってみましょう。そしたらまたローの動作に戻ってっていうのを継続的に続けましょう。上級者の方も基本的には同じです。でもし家に懸垂のバーとかあるようだったら、でローの動作じゃなくて実際に懸垂を5回程度やってもいいと思う。で近所の公園なんかでやる場合は、で懸垂のバーなんかもしかしたらあるかもしれない。子供用の懸垂でも斜め懸垂ができるでしょ。そういうふうにちょっとやっていきましょう。でそういう懸垂のバーとかが全然ないって方は、で仕方ありません、ね、ローをやりましょう。で基本的に中級の方と他の回数は全部一緒です。ただ最後の二重跳びが50回になりました。もし 200m 走れる場合はそっちをやってください。そして今日は最後に肩関節の柔軟性と安定性を高めるのには最適のエクササイズであるターキッシュケラップをちょっとやっていきます。だいたい片手で3回程度やりましょう。ちょっと重いのでできそうな人は重いのでやってもいいかもしれない。でダンベルですることもできるし、でもしダンベルなんかがない人は、でペットボトルなどでも代用することができると思います。片手で3回やったら今度は逆の手で3回やりましょう。で左右3回3回やったらちょっと休憩挟ん で負荷をちょっと上げたい人は上げてもいいと思うし、そのままで動作の練習をしたい人はそのままでもいいと思います。だいたい全部で5セット7セットぐらいやったらいいんじゃないかな。10分以内に終われるようにやったらいいと思います。それでは。